俺俺、はね、俺言っていい？先に。まあ、これ、その素材っていうか、兄貴が16歳になってバイト始めて、回ほい転寿ほい。司屋でバイトしてたの。で、ある日、そのなんか俺が寿司買ってきた、そのバイト先で。寿司持って帰ってきたんだけど、もう、ほんと、俺が作ったんだっつって持ってきた寿司。桶いっぱい持ってきた寿司。地獄のようにまずくって、もう、寿司がまずいとかあるんだ。兄貴が作った寿司はもうこの世で一番まずかった。もう、何がまずいの？悲しい話。全部まずい。何もかもまずい。米も、シャリもネタもってこと？ できるんや、そんなにまずそく。んなことも起うきなるんかな。全部カッピカピにカビってるし、なんあ、か、カビてんの？もはや臭いし、いや、それは嫌だわ。まずい以前の問題だわ、あれ、それ多は。分今思うとマジで2日前ぐらいの寿司持って帰ってきたと思うんだけど。おで、ー、いや、それそ、に連携して悲しい、その場で正直に言ったの。そのまあ家族で4人食べてたんだけまずど、いって。そんなもん食えたもんじゃねえっつったんだけど、もう母親マジギレよね。初めてバイトで買ってきた寿司になんてこと言うんだお前は、つって。いや、でも母親も絶対まずいと思ってるでしょ、それは。いや、持ってたはずだよ。でも、なんかこらえてたんだろうね。その兄貴が初めて買ってきたからっこれはていうか。食えと。そまあ、愛なのかな、それも確う。いや、もうね、でも俺はもう頑なにもう、いや、俺が絶対正しい。俺はこんなもん食えたんじゃねかに。え。言い続けて、もうなんならそれ以来兄貴と仲悪いわ、正直。そこに溝ができちゃっ確定たんだ。的できなた。ね、寿確定司的で。にできた。わかで、るわ、それそをれ。もう、でもその後、兄貴が一言、いやでもこれはまずいって認めたのよ、正直言って。その、これは本当にまずいわって言い出して。いやー、寿司、まあ、すごいね、あと友達が中学生の友達が回転寿司屋を経営してて、また寿司同じなんだけど、その友達に遊びに行って、寿司あるよっつって、食べるっつって出されたんだけど、これがまたまずいんだ、本当に。でもそれ寿司屋だから一応回転寿司でチェーン店のオーナーみたいなやつなんだけど、やっぱその鮮度落ちた寿司をね持って帰ってきたのもうちに。そんなまずい寿司。いや俺えずいて、俺あのなんかウニとキュウリのやつあるじゃん、あるね。あれのキュウリの部分を軍口に艦入れたも。瞬間もうボエってなって、でもさすがに気を使って友達に気を使ってうんみたいなこと言ったら、入っていいよって言われて、あ、本当に、そこ冷こいつ静もなやっんだ。ぱり認めてるんだって。